はい、よろしく。あ、撮ってる撮ってる撮ってる。本当に？うん。いや、待って、スイーティングったの。はい。じゃあ、あにゃわせよ。はい、あにゃわせよ。石垣です。始まります。よろしくお願いします。なに、もう夏ですね。うん、夏って感じ。なんか夏中だけど寒いな。日によってね、あの、暑かったり寒かったりする。そのなんかそれで、風邪テルさん、いるんですか？まだイジイジながら風邪いちゃって、なんか、ね、痛い、なんか家でイジイジして。そう、いるんですか？いますね。僕のいじじ見てるせさんで、その僕に献金もらえない人いるんですか？風邪をひくとかね、あんまりこれよくない。風、韓国では風邪ひいたら何食べるの？風邪ひいたら、うん、焼酎に。え？焼酎。焼酎。焼酎に、その唐辛子の粉をいっぱい入れて。本当に？それ飲んだら風邪が治ると話があるんですよ。でもだけど、それはバカなことですね。でも実際やる人もいるんですよ。バカな人でも本当にそれ昔はやってたの。いや、もうその話があるんですよ。なんか強い刺激を、まあ、上げて、なんか多分ダメでしょ、やったら。わかんないですね。、うん、韓国式ここじゃないですね。そんな感じなんですね。まあ、日本でもいろいろあります、変なの。はい、知ってます。ネギを首に巻くとか。ネギを首に巻く。ネギを首に巻く。なんかこれ効果ありそうだな。まあ、いや、まあ、多分大丈夫。あの、大根を吸って、それを飲むとかね。はいはい、あの、蜂蜜入れて、それは多分大丈夫。あと韓国だと、その梨、うん、梨をなんかその蜂蜜を入れた水に中のか、お茶とか出してなんか、そう、まあ、まあ、日本でもリンゴでやったり、それは多分大丈夫だけど、ネギを首に巻くはちょっと意味わかんない。標準にその唐辛子入れるのよりはいいんじゃないですか。それも多分あんまりね、逆に悪いような気がする、ね。そうですね。はい、いろいろあります。はいはい、それで今日は、はい、なんかその最近なんか韓国、まあ、暖かくなって韓国旅行に、うん、まあ、行く始まる人多いですね。はい、でそれで韓国旅行に行って、はい、まあ本当に韓国語全然知らないけど、はい、まあ、喋ったい人いるんですよね。はい、まあ、喋ったいんじゃないか、本当に言ったら。今回から日本語でもいいんですけど、うん、でそれで今回は、じゃみんな知ってる簡単な単語、はは1個で通じる、はは韓国。じゃ韓国、ね、旅行シリーズ。そう、旅行シリーズ。はい、韓国語旅行対策シリーズ。旅行対策シリーズ、ちょっと何回か進むわけですね。じゃあまず1回目。まず1回目、はい、じゃあこれみんな知ってますね。大丈夫ですなんて大丈夫です。けんちゃなよ。そう、けんちゃなよ。けんちゃなよ。けんちゃなよ。はいはい。そのけんちゃなよっていう言葉、うん、本当に有用な言葉なんですね。ほう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 。ね、いいですね。これは韓国語でどうやって使うの？いいです、いいですか、うん、の意味の発音なんです。ほう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 。ね、けんちゃなよ。あ、聞く、聞く、そう、聞くとき、聞くとき、なんか後ろを上げてけんちゃなよすると、いいですか、ほうほう、大丈夫ですか、はははと言うんですね。ははは。それでどうやって使えるか、うん、じゃあ前もずっと僕は言ったんですけど、言葉はただそんなにコミュニケーションを取るとき、うん、言葉はあまり役割しないですね。だから訳するのは大事なんですけど、うん、なんかコードとか、うん、なんか今の話題とか、うん、今のシチュエーションがどうかによってなんかやっぱり通じるかどうか決まるんですね。うん、でそれ例えば店に入ったりです、うん、入ったけど店に満席かどうかちょっと分かんないですね。うん、でもちょっとそれを聞くのもちょっと嫌です、うん、どうやってするんですか。ああ、けんちゃなよでいい。そう、だからちょっと店に入って、うん、けんちゃなよ、ああ大丈夫、そう、大丈夫ですか、あ、はは、使いますね。はいはいはい、そすぐ使います、ね、向こうもけんちゃなよ、けんちゃなよ、そうすると登場、はいはい、向こうは多分登場、まあ、じゃあ料理を入れとかね、じゃあ何でもけんちゃなよ、けんちゃなよ、でなんかトイレとかでもだとタバコ吸いたい、はあ、ああ、こうタバコ吸うふりをして、けんちゃなよ、けんちゃなよ、そう、はあ、はあはあ、いいでしょ、はあ、はあ、OK と一緒ですね、英語でね、それですよ、はい、だからなんでなのにみんな言えない、気持ちを入れればいい、ね、そう、一番大事、気持ちを入れて、はいはい、でそれでけんちゃなよって言うけども、あとはなんか例えばね、もうちょっと座っていいですか、うん、とか、ね、うん、けんちゃなよ、けんちゃなよ、どうせ、はあ、はあ、はあ、で向こうもけんちゃなよ、そうそうそう、もうどうけんちゃなよ、いいですね。じゃあ第1回目としてすごいいい言葉を、そう、これだけ、これは本当に単純です、単純、だからどうやって使えるかを、だから日本語でも、ね、日本語でいいですか、はい、とか大丈夫ですかとかね、大丈夫ですかを代わりに使えば、うん、言葉は本当に単純なこと、日常生活で使えること、うん、言葉は本当に簡単な一個のフレーズが多いですね。ほうほうほう。それをどうやってうまく使えるかによって本当に観光旅行では役に立つんです。はいはい、じゃあ次からそれをいろいろ教えてくれる。これからその、まあ、なんか今日なんか僕の来てくれたセルさんなんか、はい、その旅行に、ね、旅行に行く前にちょっとやってくる、うん、なんかね、うん、やりたいって来てくれたけど、旅行対策シリーズ、そう、もう2回目でも韓国人に読めになってそれを教えて、多分結構
もっと楽しくなると思います。明日行くんですよね。そうそうそう。とりあえずハングル夢になって、うん、ソウルちょっとなんか喋るなると、もっと楽しくなるんですよ。確かにね。はい、うん。その意味で言うと、ハングルが反対読めれる今、はい、アクティビティを準備してますけどね。あ、そうですね。期待してください。はい。じゃあ、カムサミダ。カムサミダ。ケンチャネ。ケンチャネ。ケンチャネ。ありがとう。カムサミダ。カムサミダ。